リバプール戦で人生最大の屈辱を味わう。カゼミロ、自陣の中央でパスミス、ロストでそれぞれリバプールに1失点献上、ハーフタイムに20歳のコリアー君に変えられる。ボール取られるのはカゼミロ、パス引っ掛けるのはカゼミロ、走れないのはカゼミロ、追いつけないのはカゼミロ、何もできないカゼミロ。サウジアラビア一生のお願いだからカゼミロ買い取ってくれ、どこでも良いから、もうフリーでも何でも良いから頼むよ。俺ずっと密かに思ってることがあるんだけど、ラッシュとカゼミロってスタメン上降あったりする？この重要のされ方、どう考えても腑に落ちないんだよな。なお本日のカゼミロのスタッツがこちら。カゼミロ前半ボールロスト13とか信じられん。ほんと失点するまで良かったのにカゼミロのミスからすっぽい雰囲気悪くなった。カゼミロだから驚きがないことに驚いてるわ。アンカーでボールロスト13回を前半だけでってエグすぎだろ。これはもうカゼミロ変えてあげましょう。テンハグさん、正直なところ、カゼミロをこんなに使いながらも、カゼミロ用のビルドアップ配置をしないあなたも先般ですよ。まだ8月のこの段階でカゼミロ使い続けてるテンハグ側さすがに理不尽やろ。トップチームで6にスタメン出たことないコリアーをスタメンでゴリ押せとでも。カゼミロが悪いのももちろんそうだけど、あのカゼミロをスタメンにしてボール受けさせる仕事を与えたテンハグも大概やろ。カゼミロ、すべてが遅い。